県議会が終わられてですね、県知事選から訴えられてたあの原発問題についての予算が具体的に通ったと。そうですね、いうことで、はい、この、 あの3つの検証体制が整ってこれから動き出すというところからお伺いしたいんですが、はいはい、この3つの、委員会を作られて予算をつけて泉田前知事の体制をより強化して原発問題に取り組もうと、はい、でこの辺の取り組みの意気込みといいますか、かけ予算にかけた思いからお伺いしたいんですが。いや、あのそうですね、あのこの3つの検証をしっかりとやっていくということで、あのきちんと予算をつけさせてもらったというふうには思います。ただ、まあ、あの本当にこれなかなか、ね、これで足りるのかどうかって分からない、あの、ここに書いてある通り予算としては、ね、3598万円、まあ、その他合わせて、まあ、いろいろ4000万ぐらいなんですよ。でそれってパッと聞くと多いように見えるかもしれないんですけれども、意外にあのちゃんと検証していくとですね、あのまあ、いろんな交通費等々でもそれなりにかかっちゃいますからね、あの、まあ、もしかして不十分かもしれないんですが、その時はその時でいろいろ考えさせていただきたいと思ってます、はい、で検証には、まあ、少なくとも数年はかかるかかるでしょうね、はい、でそれはあの毎年あのきちんと予算を積んでいくってことになると思います、で、まあ、一番目 の、 あの技術委員会についても津波であるか地震であるかという田中先生をはじめですね、そこの検証を引き続き徹底的に続けていると。そうですね、はい、その他にもいろんな技術的なあの、疑問点についてはしっかりとやっていただくことになると思います。いろんな事故調等ができたんですが、今はほとんど休止状態でですね、その中身も今に生かされているとは思えない中で、新潟県だけがこう、頑張っているという印象を受けるんですが、まあそれは光栄ですよね、あのただまあ、 あの県のあの取り組みではあくまで県ですから、まあ、そんなにその他県と比べるってことはないですけれども、まあ、あの県 の、 あの取り組みがちゃんと全国にも生きるといいなというふうには思ってますね。だから全国から の、 あの外からも見られてるっていうのは大事なことですから、全国からの検証にも耐える、またもしくは世界からの検証にも耐える検証していきたいというふうに思います。でそれに加えて今回は健康委員会というのを立ち上げられたと。そうですね、まあ、健康と生活を両方あの見ることにはなるので、名前としては健康生活委員会になるかもしれませんけどね、はい、安全な避難方法っていうのをやっていく上ではどうしてもその健康や生活への、ね、影響って必要ですから、きちんとそこをあの検証した上で、それに基づいて安全な避難方法っていうのを可能か、ちゃんと立案していきたいというふうに思いますね。で選挙中の訴えもずっと聞かせていただいて、特に印象深かったのはバスの運転手の確保ということで、具体的に避難計画の不十分さを指摘訴えられながら再稼働できないと言われてたのが非常に印象的だったんですが、 その避難の現実性をより検証していくというのがこの避難委員会ということ。そうなります、はい、そうですね、まあ、避難方法ってやっぱり具体的でなければいけないので、その委員会と持ちはいけませんから、あのちゃんとその実行できるというところを体制まであの検証させていただきたいと思います。